さんこんにちは、あずまずの東優太です。今回は新潟のギャラリーからお届けいたします。皆さんはこのコロナウイルスの厳しい時期の中、自宅滞在を余儀なくされていることと思います。私たちあずまずはこの動画を通じて私たちの作品を見てもらい、皆様の自宅滞在でのストレスを少しでも癒すことができるのであればとても幸せです。まずはじめに私の後ろにあります水彩画作品について簡単に紹介したいと思います。反射して少し見えづらくなっていますけれども、ご了承ください。こちらの水彩画作品は私たち3人兄弟の父であり師匠である東富裕の水彩画作品です。こちらは新潟県のユートピアという芸術文化会館のガラスに映る夕日の光を表現した作品となっています。新潟の秋から冬にかけて肌寒い時期に強く暖かく光る夕日の光が私たちの心を癒してくれているというような情景の作品となっております。これらの作品は新潟のギャラリーに展示しておりますので、コロナウイルスが落ち着いたらぜひ足を運びください。さて、私は今回桜の風景を描きました。原画はこちらです。今回の桜のポイントはスパッタリングという技法を使ったということです。桜の勢いや柔らかさを表現するために筆を2本をクロスして叩くようにしながら点で表現したというところです。動画の中でありますのでぜひ見てください。またこの桜の風景を描いた現場も動画で撮影しましたので、イメージが湧きやすいと思いますので、まず先にそちらの動画をご覧ください。
水彩講師の東志郎です。入り口から出口までの長さ、その